演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちら最近気温が高くなってきましたね。ほんと蒸せてくるし暑いし嫌な季節ですね。こんな時は一丁で上の服は一丁でそうしたいんですが、でもあえて下着を着るっていう人もいるみたいですね。で、今日はこんな下着が入りました。で、こちら体感温度、なんか涼しい時には涼しい、暑い時に暖かさをキープみたいな感じですね。で、ここ見ても分かるんですが、青山商事販売なんですね。というわけで、あの洋服の青山でおなじみの青山さんで商品なんですね。洋服じゃなくて下着なんですけど、下着も青山なんでしょうか。中身はこんな感じです。なんか結構涼しげな手触りなんですよね。で、薄くて、ちょっとこれはそうですね。で、ちょっと着てみたいと思います。まあさすがに映せないのでちょっとお待ちくださいね。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、着てみました。なんかインナーであり下着のはずなんですけど、これだけでもピシッときますね。で、かなり軽い肌触りで結構風通しがいい、そんな感じがします。なので涼しさは確かに感じられると思いますが、この寒い時に暖かくというのは本当なのかなとちょっと思ってしまいましたね。でもなんかいろいろ書いてますね。ここに本当なのかな、暖かさの方も感じてみたいけど今は絶対無理なので、まあその時になったらやりますか。涼しい、このままなんかもうこれずっと着てこの夏過ごしたいです。もうまあ不可能ではないのでしょうけど、でも下着で外歩くのも問題だしな。でそこで考えるなって突っ込まれそうですが、はい、というわけで本日は今までとはちょっと趣向を変えて下着の紹介をしてみました。何か皆さんおすすめの下着とかありますか。もちろん高級ブランドとか言われても困るのですが、この夏を快適に過ごせるような下着ぜひ見つけてみたいです。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。